クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルールはこれ。スミスウィックのラトリンログです。はい、えー、えー、っとね、お待ちになってた皆さんはお待たせしました。これね、私が YouTube のこのチャンネルを始まる前にね、えー、Twitter でね、パイロット版みたいな感じで出した時に紹介したあールアーなんです。でね、えー、あまりにもね、 定番すぎるしあまりにも説明したことが多すぎて、えー、ちょっとね、えー、今まで、えー、止めてましたで、ね、これに関してはね非常に不安も多いですしお,いお前言ってること違うぞって言われる危険性もありますのでそんなにぐだぐだ長くは説明しませんのでお気軽にね、えー、ちょっと箸休みみたいな感じで、えー、この動画を見ていただけると幸いですでねもうこのルバーを褒める言葉っていうのはもうジャークベイトの帝王 ジャークベートの土定番、ね。そんな感じで、えー、たくさんありすぎてね、どれ紹介していいか私も分かりません。で、アメリカ人にね、本場のアメリカ人に、えー、ジャークベートといって思える浮かべるルアーは何だ,何だいって言うと、えー、多分ね、一番先に、このラトリンログか、もしくはあロングエーか、そのあたりですね。かもはたまたレッドフィンかっていうね、そのあたりの3つがね、 間違いいなくく出てくると思いますでこれは発売が1950年ですで。この時代は、ねえー、まだラトリンではないんですで。じゃあいつラトリンになったのラトルが入ったのってことはこれ70年代の後半からになります。でえー、前、ね、私が動画でソノルブアーを紹介したときに言いましたが、 ラトル入りとしてはコットンコーデルシャのスーパースポットっていうルアが一番最初なんです。で、その後にじゃあラトル入りのルアってど何が出たよ、どこが出したよというと実はこのラトリンログなんです。これが70年代後半になってラトリンログとして再生してこれはね、えー、また蘇ったっていうかあ非常に人気のルアになりました。これはアメリカのトッププロのね 間でもマネーベートつまりお金を稼げるルアーという形で愛されていまだにトーナメントでも使われているルアーです確か2006年の BASS のオールスタークラシックでウィニングルアーとなったのもこのラトリンログですでこのラトリンログ何がすごいの50年代に生まれたルアーが現代でも通用する謎は何よく思うかと思います で現在使われている国産のジャークベーテのが優れてるんじゃないのって思ってる方ももちろんいらっしゃるでしょう。実はね、このログです、えー。今正面回ってくるか分かりますけど、このリップですね。リップが非常に柔らかいんです。で、このリップが柔らかい、これ手でね、持ってひねると分かるんですけど、ぷにゅって曲がります。 えー、プラスチックの薄い下敷きとか、皆さん使われたことあると思いますね、あんな感じでねじれるんですよね。で、この部分が水流を受けて、えー、受けた強さによって、左右のどちらかにねじれるんですね、それで水の逃げ方が変わって、ダートするんです、こいつ。で、ダートするんで、これが不規則なんです、えー、もちろんね、コントロールして使ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、大概のアングラーさんは、 そこまでコントロールできてないと思うんですですから人為的じゃない不規則なダートが続くことによって魚が狂わされるんですこれがねこのラトリンログの最大の釣れる秘密であり現在でも一級品と言われているジャークベットの帝王というねあだ名もつけられるほどの秘密だと思います、まあ、欠点といえばねちょっと飛距離が出ないなどでねありますけどもその辺はね腕と 現在の道具の性能で十分にカバーできると思います <coughs> あ失礼でねこれねものすごく種類あるんですよラトリンログってで、えー、全部説明はとてもじゃないけどしきれないんですけど ARB とかね ADR とかいろいろありますけど私が愛用してるのはねパーフェクト1 0っていうサスペンド系のモデルです ちょっとねサスペンド系とこのフローティング系の一番の違いはって言われたら、これリップの長さなんですよ。大きさとリップの長さ。でその辺で見分けてもらえるとありがたいです。でねこの辺の詳しい説明は私の動画でわざわざする必要もなくてね、ね興味のある方はねメーカーさんのブログやかのカタログに見てもらうか、私よりねもっと詳しい方で説明 さ,されていいいいるる方がっっぱいいらっしゃると思いますもちろんね、うちのくまラボチャンネルのメンバーのサックス博士って方がいらっしゃるんですけど、その方もね、えー、このジャークベット狂ってます。最近ちょっとフロックに狂ってるかな。でも詳しいんでね、いずれね、ちょっと動画にも登場してもらって、このジャークベットの魅力っていうのを語ってもらおうかと思います。えー、サックス君見てるかな、えー、業務連絡です。よろしくお願いします。はい、えー、でね、 えー、フックがでもともとついているフックはこれイーグルフックって言って、これちょっとフック変わってますけどね若干ひねりの入ったフックがついていて、えー、それがね刺さりがいいっていう人と刺さりが悪いっていう人がいるんですよね、ちょっとこれどっちが正解なのか僕もよく分かんないです。でも私が愛用してるっていう,うーパーフェクト10はこれガマ活のフックに変わってました、すでに。で、えー 実際のところ、フックはどうなのかなっていうのは、これ、謎ですね、えー。そこら辺はね、ちょっと使ってる人、詳しい、ジャークに詳しい人に聞いてみないと、僕、ちょっと分かんないんですけど、えー、一つだけ言えるのはね、ジャークベイトはですね、えー、アクションしてる時にフッキングすると、非常にバラシが多いです。けど、あのステイですね、止めてる時にフッキングすると、基本的に鬼がかりしてます。 大体フック、これ、3フックついてますけど、3フックともかかってることが多いです。ですので、いかに止めをどこで使うかとか、えー、その辺が重要なあジャンルなんじゃないかなと、こうね、えー、ちょっとね、えー、歴が浅い私はそういう言い方をします。で、えー、なぜ僕がパーフェクト10を愛用してるかっていうと、これ非常に理由は簡単です。50アップが釣れたからです。 ですんでね、あの私がよくリザーバーで愛用して、バシバシとしばき倒しながら楽しんでます。それはねいずれまたこの動画で紹介したいと思いますけども、フックサークルで結構ボロボロになってますんで、皆さんのご感傷の面に耐えられるかどうかちょっと分かりません。でね、このログが帝王って言われてるゆえんは、実はね、この使いこなすっていう部分もあるんですね、えー。先ほど話の中でちょろっとできたロングウェイっていうのは、これ非常に使いやすいジャークベッドのうちに入ると思います。 素直に動きをやってくれますし、あ,のある程度ね、アングラーの気持ちを組み取って、腕を組み取って操作性を組み取って動いてくれるんですけど、このログはね、先ほど特徴のところで言いました通り、リップが水を逃がしてね,ねじれて動かすんでね、非常に操作性、自分の思い取りを動かすっていうのは使い込まないと難しいんでね。 これ奥の深いいジャークベートであると思います。もちろんね、普通に使っても釣れるジャークベットですが、使いこなす、自分の思った通り動かすというところまでの到達点というのは結構高いところにあるんじゃないかと私は思います。ですが、えー、ジャークベットにはまった人はね、必ず使ってる、うもうジャークベットのね、定番っていったらもう、このルワンに対して失礼ですね。 ジャークベイトとしてあるべき姿というルアーはこれですって言っていいんじゃないでしょうか、えー、使ったことない方これからねジャークベイトやりたいと思っている方はあそんなに高いルアーじゃないです新品で買ってもね、えー、2000円は切りますね間違いなくそういうルアーですんでね、えー、ぜひねご購入されて中古でもいっぱい転がってますんでね使ってみてくださいでこれ1つアドバイスです 中古でログを買う場合ですね、きれいなログより、張り傷があるログの方が釣れます。これはなぜかというと、それだけ使い込まれたルアーで釣れた経験があるからです。えー、このログ、結構あの、ばらつきあるんです、製品の。ですからね、えー、傷があまり入ってなくて売られたルアーは、動きが悪い、釣れてないログだと思ってもらって構いません。 傷が入っているルアーは使い込まれてそれだけ魚を連れてきたルアーだと判断してもいいんじゃないかと私は思いますので中古でこのログをご購入される際そういったものも気をつけてねえ見てはいかがでしょうかでえ皆さんのご要望があればねそのうちそういうえぐりの時中古でえぐる時の注意点とかねえそういうのもあげても動画であげても面白いかなと思いますもちろんねそれは店舗さんのご協力っていうのも いただく必要がありますし、え、うちでね、えーえーの、やってもらって構わないよっていう店舗さんがありましたら、ぜひね、連絡いただければ幸いです。その場合は、もちろん店舗さんに私は忖度して、宣伝させて、そういった動画を撮らせていただきますんで、そこは大人ですんで、もちろんあそこら辺は分かってるつもりです。はい、えー、ちょっとね、後半関係のない話をつらつらしましたけど、今回はここまでにします。 次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。